マイカパルピアノ小品集より、スケートリンクでという曲を初見でお取りしてみたいと思います。もう目が痛い、これ。すごいよね、16部だらけで。タタ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 
5個5個あドハ以外だよね。いやーしかも左がさドーン表記だから見にくい。いつも最初にちょっと音取っていいですか。あれそもそもない。何これ、最初からさフラット外せっていう。ミモこれか、ちょっと弾いてみよう、ゆっくり。つけないんだね。そうだなしでファーレが。あ、これでくるのね。これか。あ、ファーもなしだから、考えるよ。楽しい。
ちょっと違うな、これ。レラだ。あ、最後、ホルテで終わりなんだ。これ、早く弾けたら絶対かっこいい。え、無理。ダラ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 。まあ、ここはね、普段から音階練習すれば大丈夫だよね。でも、タラ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 、絶対これ弾けたら楽しい。そして冬に弾きたいよね。っていうことは秋から練習しないと弾けないよね。あー、でもね、音取るのが難しい。こうフラット外せっていうのはね、結構読み込まないと難しいなと思いました。というわけで、スケートリンクでという曲でした。